母はその昔大変なキャリアウーマンで人事部にて活躍していたそうです。母はそろばん一級の腕ですし、人事部にいたこともあり、記憶力に大変優れています。60に近い今でも大変な記憶力です。なので一度会った人の顔と名前は瞬間で覚え、絶対に忘れません。時々道で声をかけて向こうにハテナという顔をされたことも何度かあるそうです。しかしその母がどうしても覚えられない顔というものがあるそうです。一度ならず二度ほど会ってもどうしても顔が思い出せない。名前を言っても、どんな顔だったかしら、髪の毛はあった、白かったかしら、などと母にしてはとぼけた答えを出す時があるのです。そういう人は必ず近いうちに他界します。ほぼ 100% の確率なんです。母は自分でそれを分かっていますから、一度会って顔を覚えられないと、あの人長くないわねと言います。そしてそれは必ず当たるのです。母に言わせると、それは別に能力ではなく、その人自体の正義がかなり薄くなっているせいだというのです。事故でも病気でもなんです。ですから人間の存在自体が薄くなっているせいか、ぼんやりとしか記憶が残らないとか、テレビを見ていてもぼんやりと映る芸能人とかいるのに気がつき、ませんか。そういう方は長くないです。実際私はそういう能力はありませんが、暮れにお正月を映そうの CM で新井中が出ていることに、私は本当に全く気がつきませんでした。亡くなった後にこれが最後の仕事として各テレビ局がこのコマーシャルを流しましたが、本当にぼんやりとはっきり映っていないのにびっくりしました。他のドリフの人はかなりはっきりと顔がわかるのに。なので人に会ってなんだかぼんやりとしか覚えられないとかいうときは要注意です。自分が注意したって仕方ないかも。